んなんで星取れると思ってんのか。ブンブンアース YouTube シンゴチンドレスエスカムティー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 。さあ今日はね、お料理リアル3分クッキング、今日はね、何をするかというとね、パスタ編カルボナーラということでね、ちょっとね、実は皆さんにご報告があります。シンゴチンT シャツがですね、これ最初に書いたんですけど、どうもシンゴチンの字を逆に書いてしまって3に見えるっていうのが気になると、香取シンゴくんからクレームが入りまして、本当に謝罪申し上げます。書き直したいと思います。勢いも大丈夫、勢い、ほい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 、ここだよ、怖い。まずこれは平気、怪しい。これで合ってるよね。二代目はちゃんと死んじゃないと、ただブレちゃうから、これうまいけんだよ。なんかこういう感じでしょ。シンゴチン T シャツ2代目完成。準備にかかりましょう。いろいろなパターンがあります。すごい大失敗のパターン、すごいうまくできるパターン、どれにするかっていう会議を開きたいと思います。準備、まずちょっとお湯はちょっと沸かさせてください。でですね、カルボナーラなんで麺の方は3分で茹で上がるパスタをゲットしました。こういうの近づいた方がいいんだな。これだ、みんなこうやってやってんもんね。このパスタがですね、3分で茹で上がるパスタなんですけど、3分やってると3分終わってしまうので、2分半ぐらいでね、アルデンテにあげたいと思います。ベーコン多くない？これちょっと切るにしてもこの量、このパスタだよ。やべ、もう沸騰きてる。よし、行こうか。ちょっと行ってみようか。リアル3分クッキングパスタ編 with カルボナーラ、よーいスタート。やべ、煙出てる。これでもちゃんとやりすぎなの。あ、もうそれ。やばい、52。40秒、ちょうどいい、すごい。
ちょうどいい、30秒、ほらほら。20、19。完成。いいでしょ、ほらすごくない？リアル3分、美味しそうだし、ベーコンちょうどいい、素晴らしい。カルボナーラだよ。え、絶対全然平気、ミスはない。でも、しんごちんはなんじゃかんじゃお腹が減っているので食べれるのであった。なんか行ったり来たりだね。全然見た目もいけたじゃん、全然ほら食べれるよっていうのと、ちょめちょめほー。最初はちょめちょめ、あっち向いてドーッ、ドーン、ガーン、ガーン。2代目の T シャツがもはやカルボナーラにやられてる。嘘だろ、嘘だろ卵王。この動画が良ければ高評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このしんごチャンネルのチャンネル登録もぜひ、その他 Twitter、Instagram、アメブロもやってますので説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。 Goodbye。食べました。ごちそうさま。